ソフトバンクさん、26イニング無得点、これ。ソフトバンク、本拠地3連敗で崖っぷち、26イニング0更新、4年ぶり日本一には連勝のみ。終わりだよホークス。ボコボコやな。ソフトバンクよえいわらわら。国母がちぎれしとるなこれ。なんでかいつかわんかったにゃ。ゼロってのはやべえよな。下克上待ったなし。ソフトバンク暗すぎて草。お通夜ですか。リリーフボコられるのはともかく、打てないのがやべえよ。横浜打線抑えられるの有原もイネロヘルナンデスだけやし。つうか横浜強すぎる。ホークス勝ち慣れてて負け出すと止まらんな。これで有原も攻略すれば完全勝利だな。これ負けたらめちゃくちゃネタにされそう。みんな大爆笑ですよ。33対4を超えるネタが20年ぶりに生まれたな。パイパイドームじゃなくてピューピュードームに改名やろ。逆に力の差ありすぎておもんない。次は接戦してくれよ。有原、モイネロまだ慌てるような時間じゃない。土曜日雨で流れそうやね。ハマスタに帰りたくねえよ。金曜日、移動日土曜日、雨日曜日、東、14、月曜日、計、14、これでお願いします。国母、3つ負けられる、三浦大輔、その日全てを出し尽くす気でやってる、この差や。買い出さなかったり笹川1番とか結構荒多いしな。なんで解放すの？なんで3割の周到9番なの？わからん。みんなわかってないぞ。口笛爆笑事件で完全に流れ変わったな。